細野晴臣さんです。はい、どうも、こんばんは。この間3月のノーノックス以来かな、うんうんね、そうだよ ね、うん、割と最近ライブでよく会うね最近ライブでよく会うというね。あと僕は個人的には、まあ、この今日の話の中心になる、うんうん、新しいアルバムのヘブンリーミュージックというアルバムの、あの細野さんがカバーしているレディオアクティビティを送ってもらって、うんうん、僕一人でね、そう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 、ニューヨークで自分家で、あれ自分家だったんだ、自分家なんですよ自分家の2階にあるピアノで響いてるよ、うん、あの多分よく聞いたらね、うん、その外の音とかね入ってると思うんですけど、防音も何もしてないんで全然気にならなかったねなんかざわざわしてるとは思いますけど、うん、それがあってなんかね、うんうん、あの最近こうやったなっていう感じが、ね、離れてはいてもするんですよ ね、やったんだよね、うん、確かに、うん、でも出来上がりを聞いたら、うん、随分変わってましたね。激しいドラムが途中から入ってきたりとか、うん、途中でね変わっちゃったライブやってて ああいうパートやってたわけ。なるほどね。で後に戻れなくてもうやっちゃったの、そこだけ撮ったの、後で後から入れたもんね、うんうん、ほらあのいつもドラムね、あんまライブでも、うん、あの何回かやったことありますけど、うん、ドラムが入ってないからいつもやるときは、そう静かにやってる、静かにやってるよね、うんうん、だからびっくりしたね、びっくりしましたね。でもかっこいいですよ。ああ、ありがとう。あれギター的なのは誰が、あれはね、レン君が再建みたいな、再建っぽいね、うん、かっこいいですね、うんうん、あれもね。今回のこの Heavenly Music は、うん、カバー、うん、全部カバーで12曲全部カバーです、ね、全部カバー、自分のも入ってるけどそれもカバー、あ、そういう意味ですよね、うんうんうん、本当にカントリーウェスタンだけじゃなくて幅広いポップスも含めて、うん、すごい広くなっちゃった広くなってますよね、うん、それは何意図して、意図はしてないんだよな、適当にライブでねずっとやってた曲、はいはい、もう集めてみたらこうならなっちゃった、ね、なうん、だからライブでやってたから、その演奏録音はすごく早いんですよ、うん、その後が長かった何をしてた、何やってたんだろう、漆塗りみたいなことです、ね、うん、そっか。でも一応スタジオで撮って、うん、せーので撮って、そうそうそう、まあ、もう素材はもうそこでできちゃった、そう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 、そっからまあちょこちょこ直してたっていう、そっからが長いんだよ、ね、で、うん、逆にライブっぽく録音してるから、うん、直すの難しいじゃない、難しかった、音がかぶっちゃってるから難しかったね、わざわざ難しい方法でそういうこと、そういうこと好きなんだね、だなと思って、うん、多分想像してましたけど、うんうん、ね、うん、今回はあの、うん、いろいろゲストのね、あのボーカルの人たちも呼んで、そうやってますね。あんまり前面には出てきてないんですけど、ね、もったいないですよね。もったいないけど、ね、しょうがないね、そういう曲なんで。ね、あの僕は言われたんですけど、マグロを買ってきて、うんうん、目だけ食べてるみたいなね、あと全部捨てちゃってるみたいな。そう、あの僕大山田さんを あのギタリストとして使った時にそういう風に言われ、うん、誰かに言われたんですけど、同じような感じですよね。あの岸田君とか吉田美奈子とか、そうアンサリーさんとか、サリューさんとか、うん、目立たないですよね。しょうがないね、やっぱり自分のソロだから、あんまり目立っちゃうとね、そっちがね、うん、困っちゃう、うん、でもその中でも僕がちょっとびっくりしたのは、うん、アンサリーさんですね。アンサリーさんうまいんだよ。うまいですね。あと英語の発音がいい。いいでしょ。本当にびっくりした。うん、この人誰かなと思って、Something Stupid、うん。そう。歌ってるんですけど。これね、歌うとすごい難しい。わかります。本当に難しい曲だけど。息ができないしね。あ、なるほどね。タバコやめないと歌えないって。やめてください。もう早く。まだ吸ってる。吸ってる吸ってる。そうなんだ。なるべくこの歌は歌いたくないねなこれから、これを歌うためにやっぱり絶対やめないと、そうねあ、まあ、でもアンサリーさんがいないと、うん、デュエットできないんじゃないかなと思う、ですよね、うん、必需品、そう、あとやっぱり、ね、うん、曲調からいくと、うん、その細野さんのラムはお好きはやはり違いますね、うんうん、あ、他の曲と、他の曲とやっぱり、うん、独特の何かその節がありますよ、ね、なんか
不思議、自分でも気になってたんだけど、不思議言われたか不思議な不思議、まあビートも大きいかな、ノリが、そう、あのね、他の曲ラテンがないなと思って、そうやっぱりラテンが好きなんだよ、ですよね、一曲もなかったんでちょっと考えてみて、あ、ラムを好きってラテンだと思ってね、うん、すごい、で、まあ、生っぽいアレンジでやってるけども、うん、あの独特のなんていうの、大安陽光時代の感じ、まあ似てるわ、ああいう、うん、ああいうノリがさ、うん、ちゃんと出るのね、不思議ね、変わってないみたいね、え、大安陽光からでしょ、もう30年以上いや、あれはすごいですよ、だからあのビートはなかなか出せないですよ、そうかな、うん、うん、あの生ギターナイロン弦のギターだけ生なの、うん、マラカスト、そうです、ね、うん、生でやりたいね、うん、生で、でも難しいと思うな、やってくださいよマグロの目玉にしないからいやいや、ちゃんと赤身も食べてくれる、うん、もちろんね、あ、そう、今回はアナログ版も同時リリースなんですか、うん、そうなんだよ、いっぱいあるの、過去の3作品、あ、今回の入れて3作品同時にアナログ版3枚出る、うん、あ、そうなんだ、で、自分では、うん、そのアナログレコードは聞いたりするんですか、最近でも、プレイヤーないんだよ、でしょ、うん、ある、あるよ、あるの、ある、聞いてんの、たまに聞いてますよ、親は割とそのなんて、アナログ時代の歴史的な名盤ってのあるじゃないですか、うん、まあ、あのロックもポップスも、はいはい、クラシックも、うん、でクラシックとかで、あ、クラシックは違うんだろうね、やっぱ違いますね、うんうんうん、まあ同じことなんだけど、その独特の、まあ、その時の録音、あの演奏とかさ、うん、みんなやっぱりそのこの何十年の間にいろんなこの録音の方法で探求してきたわけじゃないですか、うん、マイクの位置とか、うん、そう、あの、探求してきた、ね、コンプレッサーの使い方とかさ、うん、いろんなこと、そういうやっぱり名盤があって、それはアナログで聞かないと分かんないですね、ああそうなんだよ、やっぱりね、うん、だからアメリカでは本当は CD ショップがないけどアナログショップがあったね、ありますよね、ニューヨークとか、ね、そうそうそう、うん、盛り上がってるみたいですよ、うん、アナログ版が、そうなんですよ、ね、右肩上がり、そう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 、売り上げが伸びてるんですよね、珍しいよね、うん、このご時世にね、うん、ぜひ買ってくださいよ、あのターンテーブルを買おうかなと思っ てどこで売ってんだでもアナログだったらアナログを聞いて、でもまあそのデジタルでも聞きたいじゃないですか、そのアナログの状態で、うんうんうん、だとやっぱり DSD っていうのかな、あの、うん、DSD ドコンってしたことあります、あ、1ビットってやつね、もう意味が分かんなくて1ビットっていうね、僕も未だに分かんないんだけど確かに音はいいですよ、いいんだ、めちゃくちゃいいです、僕はね音がいいっていうのにね最近疑問があるんだよね、あ、そうかそうか、あのね今回も 96kHz っていうレンジのすごい広い、うん、送ってきたファイルがそうでした、ね、うん、そうそうそう、ちょっとびっくりしました、うん、ずっとそれでやってんだけど、うん、ポップスに果たしてそんなにレンジ広いのいるかなっていうね、あのね、うん、今の現状を考えるとね、うん、皮肉なことに CD が一番音がいいんですよ、あとはだって MP3 とか、はい、そうだよな、携帯でと聞いてるわけでしょ、確かに CD なくなるなくなるってもう何十年も言ってんのに、うん、CD が一番いいんですよ 44.1K の 16bit が、だから 96K で、うん、録音しても、もちろんその将来的なこと考えたら、うん、なるべくレートの高い状態で録音しておいた方が、そうそうそう、未来のためにはいいんだけど、うん、現状で考えるとそれが 44.1 になってしまう、変換しちゃうんだからね、変換しちゃう、うん、そこが面白いとこで、うん、例えばだから 44.1kHz っていう周波数で撮ると、うん、そのまま CD になるけど、うん、多分面白くないんだよね、やっぱりね 96K で、まあ、48で撮っても、うん、その方がいいわけ、うん、最終的には CD になると言っても、うん、いい音で撮っといた方が、そうそうそう、ね、圧縮した時にまた違う、違います、うん、そこら辺みんな悩んでるね、でもね悩んでますね、うん、でもあのハンドディスクもどんどん大容量しかも安くなっていくし、もう2テラバイトが普通になってきたもんな、ね、うん、ちっちゃくて安くて、それでまあコンピューターもどんどん速くなるから、うん、あのジャブ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 使ってますよね、みんな使ってる使ってる今だって192とかでやる人も出てきてる、192か、いや扱いにくそうだな、さすがに重たいですけどね、 SE にはいいよ、うん、鳥の声取ったりね、ああ
そうですね、うん、そう自然界の音なんかはね、そうそうそう、そのいくらきめ細かくてもね、そう、すごい自然界はレンジが、そうですよ、ね、再現なく広いから、そうですよね、原子まで行っちゃいますからね、そう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 、ね、うん、音楽にそれが必要かどうかだね、うんうん、でもそのほら空気もまあ粒々じゃないですか、うん、分子で粒々まで、そのね空気の分子の粒々までこう取れるっていうのがないんですけど、うん、そのまあもちろん比喩ですけど、はい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 、DSD だとそういう感じがします。なるほど、 そのくらいなん か質感が違うの。ちょっと興味あるけどね。でしょ、うん、やんないと思うけどね、めんどくさい、めんどくさいよ処理が大変だ、そういうの。あとその DSD の機械がないと聞けないからね。なんだ、じゃあダメだ、汎用性がね、うん、そういうのダメなんだよね、うん、ミックスまでは割と個人的な世界なの。そうそうそう、職人の。そうですね、ミックスってマスタリングになると、うん、途端に社会的な耳になるわけ。わかりますね、曲と曲のレベルのバランスとかね、うんうん、これ大きいなとかね、うん、聞く人に慣れます、びっくりする、そういうふうにパッと変われます、変わる、いつの間にか変わってんだよ。あ、そう、変えようと思ってんじゃなくて、うん、それはいいですね。僕は、うん、なかなか変われなくて、あ、そう、人格が本当、そこでやっぱりマスタリングの時の、まあ、最終工程の時も、うんうん、なかなかその一般人の耳にならなくて、そう、困って、それはやっぱりね、芸術家だからだ。いや、言ったんですか。本当、本当。僕、職人なんでね。仕上げっていう段階は、社会的なんだよ。いいですね、うん、それは。便利な人格で。いやどうなんだかね。でも、わざわざ、その、なんていうのかな、安い、ね、うん、機械とか買ってきて、再生したりします？あのね、スタジオで。いや、僕の場合は、毎日のように車乗ってて、あ、車が基本の、そのオーディオがもう一番慣れてる音なんで、うん、それでチェックして、うん、それでダメだったらダメなの。わかります、うん、じゃあミックスとかしたら必ず車に乗って、車に乗って一周してくる。夜中にね、駐車場に車つけてから、そこでこう聞くじゃない、大音量で聞かないとわかんないから、うんうんうん、2階にあの母親が住んでて降りてくるんだよ。どうしたの、どうしたのって言ってくるから、かわいそう。それはまずいんで、あの車走らせながら聞くって。ですよね、うん、大音量なんだ。大音量で聞かないとブーストしてね。あ、そう。それで歪まなければもう全然大丈夫。まあ他の人の音楽も その環境で聞いて、それで聞いてるから、まあ、いい悪いとか思ってるから、 うん、そこで、そう、もういろんな音楽そこで聞いてるんで、ブリトニー・スピアーズも聞いてるしね。らしい、ビヨンセとかは前聞いてたよ。最近全然聞いてない。音がいいんだよ。意外とね、細野さんね、最近のものを聞いてんですよね。音のチェックだよ。びっくりしちゃう。まあ、ブリトニーはちゃんとしてるのよ。ダメですよね。ネプチューン。いや、最近聞いてない、本当に。本当？うん。昔のね、40年代、30年代の聞いても分かんないわけ。うんうん、いいんだか悪いんだか、音がね。分かんないですね。全部音はいいんだけど、うんうん、分析できない、ね。そうだね。うんうん。強襲になっちゃうからね。そう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 。うん、最近の聞くと分かるんだよ、うん、何をどうしてるかが分かりますね、うん、定域処理してる、その比較するにはとてもいいですよね。そうなんです、はい、うん、なるほど。だけどやっぱアメリカのものって全体の音量がすごくすごいでしょ。詰め込んで詰め込んで、そうなんですよ。で奥にあるやつを横に持ってきてるんだ最近。そうそうそう、だからうるさくしょうがないの、うん、全部鳴ってますよ、ね、うるさいうるさい、うん、とにかくあの音量を入れるっていうね、うん、そうなのがもう10年以上かな。そう、あのマスタリングのエンジニアは、うんうん、その職人になっちゃっていて、みんなで競争になってて、そうなの、マスタリングでだから広げて音量稼ぐから、そう、大変ですよね。大変だよね。まあでもポップスに限るけどね。まあそうね、あのラジオとかでかかると、うん、他より目立つっていう、人より多い、だ選挙と同じで、そう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 、人より声がでかいっていうね。そうなのよ。それだけなんですよ。どうなんだろうね。でもそれで評価されちゃう、ね。そう。変な習慣だよね。ねえ、うんうん、でも一回やりだしたらみんな止まらないから。止まらない止まらない、うん、あのセールスが目的の人たちはみんなそうだよ。そうですね。うん、僕たちはねあんまり気にしないから、どそんな、うん、でかくてもそのセールス伸びないし、そうなの、うるさいって言われちゃう、うん、僕なんかも
ちっちゃい方がいいんじゃない、逆に耳をそば立てるから。そうなんですよ、字もね小さくしようかなってね、意地悪。それは意地悪だよ、ただの読めないわ自分が読めないっていう、ね、読めない読めない、 CD の字読めないんだよね。そうですね。そう、このライブとかはやらないんですか。いや、あのね、うん、5月の6月になって、うん、東京はね日比谷公会堂でやるけど。あ、そうなんですね。あと京都とか長崎福岡でやりますけどね、ええ、もっとやりたいんだけど、うんうん、ぜひやってください、はいはい、ライブは全然気にならない、好きなんですね。いや、どうかな、ちょっと考えたんだけど、この間、こんなにいっぱいやってて好きなのかなと思ったけど、やっぱりそうでもないな。あ、そう前の日やっぱりちょっとプレッシャーが、気が重くなるもんね。そう、なんかアルバムの話してください、うん、アルバム終わっちゃうと忘れちゃうんだよな、うん、あの1曲目に、うん、そのクロスっていう、はい、あのバカラックの有名な曲ですけど、うん、細野さんバカラック好きだったんだ。いや、あの嫌いじゃないよ、もちろん尊敬してるよ。ああああ、でも来日した時に見に行けなかったりね、うん、雪郎はもう大泣きしてたんで、ああ、はいはい、見て、うん、その話人が泣くと知らせるじゃん。そうだ、分かる。尊敬はしてるけど自分で歌おうなんて思ったことないや、うん、ですよね、うん、まあ、たまたまだからね、あんまり話に出たこともないしね、うん、これはね、ジム・オルークがバカラックトリビュートのアルバムを作った時に、うん、作りましたね、うん、これ歌ってくれって言うんで、うん、OK が届いたわけ。やっぱり人がじゃん。そう、人任せのとこがあるから人言われないとやんない、やんない、うん、うん、だからあの何多彩な感じになったのかね、自分で やろうと思ってないやつも入ってるから、それでこうバラエティが、ね、そうそうそう、曲のバラエティが広がったのかもしれないです、ね、ただね、あのザ・バンドの日本語訳はこれはもう前からやりたくて、ロビー・ロバソンの、そうそう、オール・ザ・グローリーっていう、いい曲ですよね、うん、ずっと聴いててね、いい曲だなと思ってたんだけど、うん、何歌ってるか分かんなかった、うんうん、だいたいそうやってぼっと聴いてんだよね、うん、洋楽は分かります。そうなの、やっぱり。そうなんですよ。そうだよね。みんなそうだよね。そうそう。空耳ですよ、ね。そうそう。で、初めて訳してみようと思った。うん。そしたら歌えそうなんでね。うん。でも日本語で歌うとハッピーエンドみたいになっちゃう。いいじゃないですか、ってなった。なんかねって、ちょっと照れくさいんで。照れくさいんで。じゃあ、なんかないんですか、エピソードは。エピソードエピソードなんかレコーディングの楽しいエピソードある自分の時ないかな、没頭してるだけだからね。えしかも一人だよほとんど。僕も。あ、そう、楽しいですよね。もう楽しい、その時間がね、楽しい、一人でねずっとやってんのがね、そう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 、いつまでも続けばいいの本当にそうずっとやってたい、うん、エピソードなんかあるわけがないね、毎日同じ繰り返しですからね。そうそうそう、うん、まあ時間帯は違うけど、うん、1日何時間ぐらいやってます。あのね、だんだんひどくなってくるっていうか、深入りしてくると16時間ぐらいやってるね、うん、だからタフだな。そうなっちゃうのが嫌なんで、なかなかやんないんだよ、うん、でもタフですよそれは。まあでもピークだねそれはもう、うん、そのせいで僕はあの日光浴びなかったんで、うんうん、また肋骨にひびが入っちゃった。またうっすらね、もう治っちゃった。そのまま続行してたら治っちゃった。治っちゃった、骨弱ってるよ、ねえ。避妊浴びないとダメ。危ないですね。音するね。うん、ボキボキってね。物落としたりしない僕。落とす。ね、落とすよ。ほらほら、感覚が鈍って筋肉も弱くなってるからさ。腕細いもん。うん、僕も細いもん。細い細いよ。昔は太かったし。すごい太かったじゃん。似合わないよ。悪いけど。細いの。細い。細い。見たいね。細いっすよ。でもピアノ弾くと、うん、やっぱ力使うじゃん。でもそんな使わない。使わないのか最近。そんな、見てったら分かるよ、それ。最近音小さいし。あ、そう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 、そう。小さくね、うん、弾くのが楽しい。ああ、うん。レディアクティビティもそうだったよね。うん。じ、う、とんっとして大丈夫。そういえばね、佐藤博士君がね、亡くなっちゃったからね。それで困ってて、うん、
今回もブルースがあって、ね、ピアノが欲しくて自分で仕方なく弾いたんですけどね、うんうん、困りますよね。困りますよ、あんなに早く行かれちゃうと。そう、うん、彼しかできない。そうなん、あのガーンっていうね、彼しかできないグループとね、ニューヨーリンズ系のね、うんうん、でもあんなにこう強力にガンと弾くのは難しいですよね、うん、もうね、腕太くなっちゃうね、もう無理もあれ無理そうか、教授にやってもらおうかな。無理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 そんな難題をねえ、うん、残念でした。残念だ。僕なんかね、あの普通だと1日に3時間ぐらいしか仕事になりませんよ、うん、集中できるのは。最近はあスタジオにこもることね、うん、ああ昔はでもそっから遊びに行ってたんですからね、教授はね。僕はあれ奥様さんは行ってなかったあ、ワイマンのレコーディングは、うん、終わった後、うん、ゲームしにでしょ行ってたでしょ朝までやってた、インベーダーゲーム、ね、マナミの体力ですよね、みんな。若者ってやっぱりすごいわね、街うろうろしてる人たちみんなあれもうなんか発電してほしいんだよね、だから。あ、うん、もったいないですよね、うん、まあ、たまに昔のYMOのもんとか聞くじゃないですか。で、おユキヒロもみんな乱暴、乱暴、音がでかくてユキヒロ今でもでかいけどね、うん、あの時の乱暴さ、あ、はいはい、僕もやっぱりピアノはもうでかかったし、うんうん、打鍵が強くて、うん、あんな、まあその、うん、それだけ、まあ、フィジカルのそれだけじゃなくてそのシンセの音の作り方とかも、うん、若者独特のこう乱暴さっていうのかな、うん、あるある、乱暴でいいなと思うんだけど、うん、もうできないですね、あれは。もうできないね、うん、やっぱりね、こう年齢によってできる音楽とできない音楽ってあるから。そうなんだよ、だから若者にはできない音楽やってるつもりだよ。そうなの、うん、ざまみろと思ってるわけだから、思う思う、ね、できねえだろお前ら。できない、絶対できない若者の乱暴さもすごいなと思うんだけど。いいんだよ、やんなくてね、うん、やったらちょっとなんか注目しちゃうけどね、見ちゃうよつい、あれどうしたのドリンク剤飲んだの、うん。